世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、皆さん突然なんですけども、女人禁制と聞いてどんなイメージを持ちますでしょうか。まあ古い考えだと思う人もいると思うし、当然の考えと思う人もいると思います。世界中には女人禁制の場所というのがたくさんありまして、今でも絶対に女性は入れない場所というものもあるんですね。というわけで今回は、女性が絶対に入れない国と題して、実在する女人禁制の国についてお話ししたいと思います。それと合わせて、世界ではどんなところが女人禁制だったのかということもお話ししますけども、こちらのお話もね、結構意外なところがダメだったりと興味深い話になっていますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速本編を見ていきましょう。どうぞ。2008年5月にギリシャである事件が起こりました。4人のモルドバ人女性がギリシャのアトス山という場所に置き去りにされてしまったんですね。彼女たちは人身売買の犠牲者で、密入国業者によってトルコから連れ去られ、アトス山に置き去りにされてしまったんです。まあ、この事件がですね、国際的な問題にもなったんですが、それは人身売買が取り上げられたわけではありませんでした。その理由というのがですね、アトス山のあるアトス自治州都市共和国というところが厳格な女人禁制の国で、そこに女性が入国してしまったことだったんですね。このアトス山という場所はエーゲ海に突き出たハルキディキ半島にあるギリシャ正教の聖地です。ここは20ほどの修道院や修道小屋によって自治が行われている共和国で、修道士たちが日々修行を送っているんですね。この国が厳しい女人禁制を貫いているというわけです。まあ、こちらなんですが、どれくらい厳しいのかというと、人間の女性は当然ながら、家畜すらオスしかいないんですね。そのため国内では家畜の繁殖もないほどです。唯一許可されているメスというのが猫で、ネズミを取るためという理由で特別に許されているんです。つまりこの共和国の住人は何十年も女性を見たことがない男性が大勢いるんですね。この地に女人禁制が敷かれたのが1406年のことで、それ以来今日まで600年以上も厳格に守られているんです。そんなアトス自治修道士共和国には言い伝えというものがありまして、聖母マリアがキプロスに船で渡航していた最中、嵐に襲われてこの地に流れ着きました。その時この土地の美しさに惹かれて自分の土地としたとされています。それ以来アトス山の守護聖人は小神女マリアになっているわけです。まあ要はですね、この地にいられる女性はマリアだけということなんですね。そして先ほども言った通り、アトスは宗教的な自治国家なんですが、そもそも男性すらここに入国することは難しくなっています。まあギリシャとは地続きではあるんですけども、険しい山に塞がれているために道路はなく、入国するには船を使わないとならないんですね。一般の入国も制限がある上、申し込み書の提出から許可が下りるまでは1ヶ月以上かかる場合もあるんです。まあ女性も船からアトスを見ることはできるんですが、それでも500メートル以内に近づくことは禁止され、さらに入国すると2年の禁錮刑もあるそうなんですね。さらに興味深いのは、この国では外界と暦も違っていまして、ユリウス暦を採用しているというところです。そのため通常のグレゴリオ暦とは13日のズレもあるんですね。また1日の生活のリズムというものも変わっていまして、1日の始まりは朝ではなく日没とともに始まります。太陽が沈んで暗くなってから修道士たちは活動を始めるんですね。さてそんなアトスなんですが、冒頭でお話しした女性はどうなったのかと言いますと、これはですね、さすがに犯罪の被害者だったためにお咎めはなかったようです。まあ歴史的に見るとですね、難民や漂流してきた女性を受け入れたことはあったようなんですが、基本的には女人禁制を貫いているんですね。2003年にはですね、 EU が男女均等指令に従って女人禁制を撤廃するよう要請したんですけども、アトス側はそれを突っぱねる姿勢を取ったんです。
さて、ここまで話したアトスは女人禁制だったわけなんですけども、この制度は世界中で見ることができます。例えばトンネル工事、世界各地で女性は工事中のトンネルには入れないんですね。フランス、オーストリア、スイスなんかではその代わりに守護聖人の聖バルバラを祀っていたりします。日本でも明治以降は工事中のトンネルは女人禁制で、女性の汽車が入ることすら拒否されていました。実際昭和22年に女性の校内労働は法律で原則禁止となっているんですね。当時は労働環境の悪さから女性を守るためだったんですけども、労働環境が改善されて男女雇用機会均等法が施行されてからも、多くの女性土木技術者がトンネル工事現場の見学すら認めてもらえず涙を飲んだと言います。これ理由としてよく言われているのは、女性がトンネル工事現場に入ると山の神、女神が嫉妬して事故が起こるとの言い伝えによるものだったんですね。そして続いてが楽団です。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団やベルリンフィルハーモニー管弦楽団はつい最近まで女性奏者がいませんでした。ウィーンフィルに女性奏者が採用されたのは1997年のハープ奏者の女性が初だったんですね。そして意外なところではあるんですけども、ゴルフにも女人禁制があったんですよ。ゴルフの発祥地として知られるスコットランドにあるロイヤル&エンシェントゴルフクラブは、設立以来女性の入会を認めていませんでした。これ受け入れを始めたのは2015年のことで、最近になってからのことだったんですね。ここだけではなくてですね、伝統あるゴルフコースは現在受け入れはしているものの、長い間女人禁制だったんです。その他にも日本だけ見ても女人禁制というものはたくさんありますよね。アトスさんのように有名なところでは、沖ノ島が海外でも話題になりました。九州本土から約 60km 離れた福岡県宗像市に属する沖ノ島は、古代から女人禁制、一木一草一石たりとも持ち出すことを禁ずるなど、いろいろな掟を敷くことで信仰の形を現在まで守り続けてきました。一般的に神道においては、生物の体から離れて流血した血液は血の汚れとみなされます。こちら他の宗教や神話でも類似した考えがありまして、そのため生理中の女性や産褥中の女性が神聖とされる場所に入ることや神聖なものに接触することを禁止するタブーがあるんですね。沖ノ島もこれに準ずると思いきや、タゴリ姫の神という女性の神を祀っていまして、この神が嫉妬するためという説もあるんです。そのため沖ノ島の女人禁制の理由というのは定かではないわけなんですね。とは言いましても、ここ男性といえど一般人の上陸も年に1日だけで、抽選で選ばれた200人しか上陸が許可されないんです。そして女人禁制といって大きな話題となったのが、日本の国技と言われる相撲なんですが、2018年にはくも膜下出血を発症して意識を失った舞鶴市長を救護するために、その会場に居合わせた女性看護師が土俵に上がり、それに対して女性は土俵から降りてくださいと言って問題が起きました。この相撲界における女人禁制の伝統とは何なのか、この部分に関してはね、次回の動画でお話ししていきたいと思います。いろんな女人禁制を今回紹介したんですけども、近年はだんだんと撤廃されつつありますよね。まだまだお祭りなんかでは女人禁制を見ることがありますけども、この先の時代どう変化していくのか、このあたりも見守っていきたいところですね。というわけで、今回の動画も面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。